父と子と聖霊との皆によりてアメン。愛する兄弟姉妹の皆様、今日の福音では自分を義と信じ、義人と信じ、他人を蔑む人々について主が例えをお話しになりました。今日は一緒にこの例えを黙想いたしましょう。まず第一に今日の福音を考察します。登場するのは二人の男です。一人はファリサイ人、もう一人は税吏です。当時の人の気持ちになってみてください。ファリサイ人というのは律法を守ろうと、書かれていた通りに厳しく守ろうとした人々です。その守り方があまりにも厳しくて、文字通りに縛られていたので、そして律法の精神を忘れていたので、イエス様からは非難されますが、しかし律法を学んで律法を守って、そしてそうすることによって、外国のギリシャやローマからの異教の影響から切り離されて、この切り離されるということの語源がファリサイということの言葉が来るのですけども、それから外国の影響から切り離されて異教を離れて、ヤーウェを中心とするイデアの国粋主義を貫こうとした人々です。ですからファリサイ人たちは司祭階級ではなかったとしても、民衆からは非常に莫大な尊敬を集めていました。そしてこのファリサイ人がやってきて、神殿にやってきてお祈りするのです。それに引き換え、ゼリは植民地を支配していたローマ帝国のしもべでした。手先でした。異教の支配者のために あたかも裏切り者のように考えられていました。ゼリの中には、自分の懐に入れるために公務員という立場を悪用して乱用して不正な取り立てをしていたゼリも多数あったと伝えられています。貪欲で悪徳な役人たちもたくさんいたとのことです。ですからゼリは民衆から軽蔑され憎まれていました。この二人が神殿に祈るためにやってきます。祈ります。ところがファリサイ人の祈りは何の意味も効果もなく、彼はそのまま家に帰ります。しかしゼリの祈りは聞き入れられて、彼は義とされます。つまり罪を許されて聖なるものとなって家に帰っていくのです。一体なぜなんでしょうか。主はその結論に言われます。高ぶる人は下げられ、へりくだる人は上げられるからだと。では一体ファリサイ人の祈りどこが悪かったんでしょうか。ゼリの祈りの一体どこが良かったんでしょうか。主はこの例えを通して私たちに一体何を教えたいと思っておられるんでしょうか。まずファリサイ人の祈りを見てみましょう。ファリサイ人はこう祈りました。天主よ、私が他の人のように貪欲な人でもなければ、不正な人でもなければ、貫通者でもない、またこのゼリのような人間でないことをあなたに感謝いたします。私は主に2回断食して全所得の10分の1を下げています。確かにこのファリサイ人は貪欲でもなければ、不正でもなければ、貫通者でもなかった。これは確かです。またゼリのように敵国ローマの手先として働いていないかったこと、これも確かです。断食をしたこと、2回も断食したこと、ちゃんと所得の10分の1を税を払っている、これも確実でした、事実でした。でも主はこの祈りがには効果がなかったということを警告しています。イエス様はファリサイ人が祈ったということが悪いということは言っていません。もしかしたら祈りではなかったのかもしれませんが、しかし神殿に来たことを悪いとは言ってません。またファリサイ人が10分の1をちゃんと払ってる、断食をしているということは悪いと言ったのではありません。ただ祈り方が良くなかったことを指摘しているのです。おそらくいつも思っていることをしようと呼びかけて祈りにしたのでしょう。何が悪かったというと、イエス様は言います。自分を義人と信じて他人を蔑んでいたからだと。何を意味しているかというと、ファリサイ人は善行を自分に帰していました。自分だけの手柄にしていました。自分があまりにも素晴らしいということを感謝していました。しかし実際は当然なことをしていただけです。電気料を払った、水道料を払った、だからといって特に偉いというわけではないでしょう。もっと正確に言うと、主のお恵みによって罪を避けて生活できている、主のお恵みによって善行を行うことができているということを認めなかったのです。認識していなかったのです。今日書簡で聖パウロが言う通りです。聖霊によれなければ誰もイエスは主であるということができないのです。では一体なぜ認識できなかったのでしょうか。これは傲慢のせいです。高ぶる人は下げられ、へりくだる人は上げられる。では傲慢、高ぶるとは何でしょうか。
高ぶるというのは本当の自分よりも高ぶって見せかけていること、人間が本当よりも不正に高くあろうとすること、これを傲慢とか高ぶりと言います。聖アウグスティヌスは傲慢ということを分析して、見境もなく高揚を望むことであると言っています。あるいはまた別のところではこうも言っています。傲慢というのは天主を真似ようとする秩序のない望みである。もちろん天主のようになるということはできないと分かっているので、天主を真似ようとして事実上天主の地位を奪ってしまうことです。つまりどういうことかというと、天主のもとにある被造物、天主のもとに従うのではなくて、天主が被造物たちに持っている絶対の支配権を自分のものとして横取りしようとすること、それが傲慢です。聖トマス・アクイナスは傲慢というのは自分の優れていることを見境もなく秩序もなく望むことだと言いますし、タンクレ神父様という倫理学者の司祭はさらにこうも言っています。聖トマス・アクイナスを説明するかのようです。傲慢というのは秩序のない自己愛であって、これによって暗黙のうちに、あるいは明白に自分のことを第一であって究極の目的だと考える、これが傲慢だ。何を言いたいかというと、傲慢だと自分にあること、自分にある良いことはみんな自分の努力で得た、自分のおかげだとする、自分だ、あるいはたとえ自分の持っている良いものが天使からいただいたと思っても、でもこれは自分の功徳だ、自分が良いから天使が当然の報いとして与えたのだとみなしているのです。さらには傲慢によって自分が持っている良いもの、自分が行った良いことをあたかもそれ以上であるかのように見せようと自慢してしまいます。よりまた自分がより高くなるために他人を わざと低めて軽蔑しようとします。まさにファリサイ人が言った祈りはこのことでした。タンクレ神父によれば、傲慢のために人は自分のために生きます。どういうことかというと、自己実現のために生活するということです。自分を究極の目的にするということです。つまり傲慢な人は自分の良いところは自分の良いところが自分に由来して全部自分の力だけでできるし、自分のために行いますし、全ては自分に向かうように。もしかしたらファリサイ人の週に2回の断食、10分の1の献金も自分の高ぶりのためにやっていたのかもしれません。でも本当は全ての善徳、全ての善行は天主のお恵みによってなされますし、天使から由来します。私たちが持っている全てのものは天使から受けたものであるからです。自然のお恵みも超自然のお恵みも全て主からいただいたものです。私たちが持っているもので主からいただかなかったものは一つもありません。ですから全ては主の憐れみによって、主の力によって行われて、主のために、主へと向かっています。まさに天使こそが始めであり終わりです。主はご自分の良さと優しさと憐れみによって私たちに全てをくださいました。これを認めるのが謙遜です。しかも天使がくださった超真のお恵みを人間が罪によって乱用して拒否したにもかかわらず、罪を犯した人間に超自然の恵みをまたもう一回与えるために、主は人間となって死の苦しみさえも受けられました。しかし傲慢は天主に返さなければならないもの、着さなければならないものを自分に帰属させます。自分のおかげだ、自分の良さのためだとうぬぼれさせてしまうのです。そうすると傲慢というのは他の罪をいろいろな影響を及ぼします。直接的に、あるいは間接的に影響を及ぼす危険があります。直接的にはどういうことかというと、傲慢によって自分の優れているものを見境もなく望むので、それを求めて、それを目的として別の罪を犯させてしまう危険があるのです。間接的にも、人間は天使の掟によって罪を犯すことが禁じられています。でも傲慢によってそんなものがあると邪魔だ、起きては邪魔だ考えてしまって、自分がより高ぶるためには、高くなるためには、その掟を取り除こう、邪魔者を除こうとしてしまいます。つまり私は従わないという悪魔と同じ叫びを導かれてしまう危険があります。ですから聖ヤコブはこう書いています。天主はおごる者に逆らい、へりくだる者を恵まれる。なぜかというと、傲慢というのは天主のやり方と対立するからです。
悪魔のやり方であるからです。聖徒マサグイナスはさらにこうも言っています。傲慢があまりにも悪しき徳なので、悪徳なので、傲慢を克服させるために、またつまり謙遜へと導くために、天使は時にしてある人々を、傲慢な人々を、傲慢よりも罪は重くないけれども極めて恥ずかしい肉の罪に陥ることを許すことがあると言います。どういうことかというと、傲慢というのは全ての悪徳の中で最も悪い最悪のものなので、なぜ最悪のかというと、最も高い地位の人、あるいは善良の最善の地位にある人でさえも傲慢になってしまう危険がある。あるいは最も聖なる行為、あるいは有徳な行為からも傲慢が生じてしまう危険がある。が、しかしその傲慢はあまりよく察知されていない。人々は傲慢になっていることをあまりよく知らないでいるので、ちょうど賢い医者が悪い病気を治すために、患者があんまり危険でない病気に陥るのを許すことがある。そうすることによって、より危険な病から癒そうとすることがあると言います。そんな賢い医者のように、天使は傲慢を癒す薬として他の様々な罪に陥ることを許される。そうすることによって、ああ自分はなんと愚かで惨めなものだということが分かるように、謙遜となるようにと説明しています。ではゼリはどのように祈ったのでしょうか。ゼリは遠く離れて目を天に向けることさえもせずに、胸を打ちながら、主よ、天使よ、罪人の私をお憐みくださいとだけ祈ります。ゼリは罪を心から悔い改める、改心の心を持って天使の憐れみをひたすら声を求めます。罪人の私を憐れんでください。主はこう言います。私はこう言う、私は言う、この人は義とされて家に帰った。が、先の人はそうでなかった。ゼリーは自分の罪を単純に素直に認めました。自分が無に等しい、主に全て依存している、委ねているということを認めました。つまり減り下り、あるいは謙遜というのは、天使の見舞いにおいて自分の立ち位置、分際を単純に素直に認めることです。全ては主に由来しますし、全ては主の栄光のためだと。もしも私が何か良いことができたとしたら、それは主のおかげだ。この謙遜があるときに、主は最高度に全能を発揮して私たちを憐れみます。これが今日の終頭文の祈りです。つまり義人を義として、人間を天国の栄光まで上げられます。高ぶる人は下げられて、へりくだる人は上げられます。では私たちは最後にどのような結論を取ったらよいでしょうか。どのように祈りをしたらよいでしょうか。私たちはパリサイ人のようにの真似をして、ああ主よ、私はあなたのために金曜日には詳細をやって、ミサにはこう預かるし、聖殿のミサですよ、それなのにあなたは何もしてくれないなどと言うのでしょう。それともあるいは国会の時に、ああ私はちゃんとこれをしました、こんないいことをしました、こんなこともしました、こんなこともした、でもあの人はああですああですと言うのでしょうか。いえ、そうではありません。聖ヨハネクリゾストもこう言います。たとえ私たちに偉大な全徳にある何千の良い行為があったとしても、私たちの祈りが聞き入れるという信頼は、天主の憐れみと主の人間に対する愛による。たとえ私たちが全徳の頂点に立っているとしても、私たちが救われるのは天主の憐れみによる。マリア様はどのように祈ったでしょうか。マリア様は罪を一つも犯しませんでした。ですから罪人の私を憐れみたまえとは祈ることができません。しかし聖母はこう祈りました。我が霊魂は主を崇め奉り、我が精神は我が救いなすなる天主によりて喜びに絶えず、そは御召使いの癒しきを顧みたまえたばなり、見よ今よりよろず世に至るまで人我を幸いなるものと唱えん、けだし全能なる御もの我に偉大なことを成したまえたばなり、聖なるかなその皆うんぬん。では最後にマリア様の御取り次ぎによって、私たちもマリア様に習って謙遜な祈りを行うことができますように、このミサで祈り続けましょう。主よ、罪人である私を憐れんでください。父と子と聖霊との御名によってアメン。